天王星は、自転軸が横倒しになっていることが有名ですが、実はもう一つ未解決の重要問題があります。天王星から放出される惑星放射は、他のガス惑星に比べて異常に低いのです。惑星放射とは、固体惑星でいう地熱のようなものに相当します。惑星は、誕生するときに物質を集積しますが、この時に解放される重力の位置エネルギーと、岩石に含まれる放射性元素の改変熱が、惑星放射の源となります。つまり、惑星放射は、 天体自身が発熱する温度に対応するのですガス惑星の場合は岩石成分の割合が少ないため集積時の重力エネルギーが主要な熱源になります惑星放射を調べることで惑星が冷却していく過程を明らかにすることができそれはすなわち惑星の熱的な進化の歴史を追うことになるのです1986年に天皇星をフライバイ探査した NASA のボイジャー2号によって 天王星星の惑星放射が計測されましたその結果、天王星から放出されるエネルギーは太陽光の反射成分ばかりであり、惑星自身が持つ熱源がほとんど存在しないことが明らかになりました。天王星は他のガス惑星や海王星と比べて著しく惑星放射が小さく、太陽系で最も温度の低い惑星であることが判明したのです。特に謎とされたのが天王星とほぼ同じ大きさ、蘇生を持つ海王星からは、 しっかりとと惑星放射が観測されていることですそのためなぜ天王星だけ惑星放射が小さいのか説明が難しく惑星科学における重要な未解決問題となってきましたこのことを説明するために2つの仮説が提案されてきました一つは天王星はすでに内部まで冷えてしまった天体であるという仮説もう一つは天王星の内部はまだ熱い状態だが何らかの原因で熱が外に逃げておらず温度が低いように見えているだけという仮説です。 最初の仮説では、天王星だけ、他の惑星に比べて冷却速度を速くする必要があります。2017年に、東京大学のグループが大気中の水やメタン、アンモニアなどのガスが凝縮して氷になることで、従来の見積もりよりも早く天王星を冷却できることを発見しましたが、その後、冷却量が十分でないという反論があり、さらなる検討を迫られています。一方、2番目の仮説については、古くから検討が進んでおり、 比較的有力なな説だと見なされてきました。天王星の内部には熱の輸送を妨げる何らかの構造がありそれによって天皇星の内部は熱く、外側が冷たいといとう考え方です。今年の1月に出版されたスイスのグループの論文では天王星内部の組成が大きく変わる領域で熱の輸送が妨げられ45億年にわたって熱を外に逃がさす。 内部に熱を保持したままにできることが理論的に示されましたしかしここで問題となってくるのは天皇星の内部構造が原因だとするとなぜ似たような素性を持つ海洋星も同じようにならないのかという点ですこの疑問に対する一つのアイディアが巨大衝突です天皇星の軸が横倒しになっていることを説明するために原子天皇星に地球サイズの原子惑星が衝突したことで 地点軸が倒れてしかし、巨大衝突が起こると、内部構造がかき乱されてしまい、熱を内部に保持する気候が失われてしまいます。これに対して、2019年のスイスのグループの論文では、斜めの巨大衝突だった場合は、天王星の内部構造を破壊することなく、熱を内部に保持する気候を維持できることが理論的に示されました。また、海王星には、正面からの巨大衝突が起こったことで、 内部構造がかき乱され、熱を輸送しやすい構造になり、また、衝突による運動エネルギーも埋め込まれることで、海洋星からは、現在でも内部からの熱が外に放出されているというシナリオが提案されました。巨大衝突説は、他にも天王星の衛星たちの軌道分布も説明できるため、天王星と海洋星の作り分けも含めて、さまざまな観測事実を統一的に説明できる有力な仮説と見なされています。ただし、天皇星については、 まだまだ観測データが少ないため、決定的なことを言えないのも事実です。探査機による天王星の観測は、ボイジャー2号による1回のフライバイ探査しかなく、天王星の内部構造や平均素性は大きな謎に包まれています。これまで NASA のコンボでも何度か、天王星探査ミッションが提案されてきましたが、まだ採択されるには至っていません。太陽系で最も謎に満ちた惑星、天王星、人類が、 そのの謎を解き明かかか。す日はいつか来るのでしょうかそれでは今回もご視聴ありがとうございました。面白かったという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。内容についてご意見がある方はコメントいただけると幸いです。よろしくお願いします。